カラスザメエトマプタースプセラスは、カラスザメ科に属するサメの一種。太平洋、大西洋に広く分布する。震度0から1000メートルの範囲で、日周延直移動を行う。琉球カラスザメと種群を構成する。体は細長く暗褐色。体側に黒い模様がある。50センチメートルに達する。卵体勢で成長は遅い。餌は小さなイカ、魚。 魚卵。IUCN は、保全状況を軽度懸念としている。A History of the Fishies of Madeira による、イラスト1839年、イギリスの生物学者、リチャード・トーマス・ローが学術誌トランザクションス、オブ・ザ・ズロジカル・ソサエティ・オブ・ロンドンにおいて、アキャンサディアム・プセロムの名で記載した。その後本種は、カラスザメ属エトマプタースに移された。種小名プセラスは、 ラテン語で、弱いを意味する。琉球からスザメと共に、乱雑に並んだ切り株状の川場を特徴とする、主群を構成する。大西洋では、西は、メキシコ湾からアルゼンチン、東はポルトガルから、カーボベルデ、アゾレス諸島、南アフリカ、大西洋中央海嶺城。インド洋では、クワズールナタール州沖、マダガスカル。太平洋では、東、シナ海から、南日本。 天皇宮間軍、オーストラリア沖、ニュージーランドナスカプレート上から報告されている。大陸方、大陸斜面の海底付近に生息する。1998メートルまで潜る、可能性もある。ポルトガル南方沖のデータによると、岩礁堤を好み日周延直移動を行うようで、ある。南大西洋では、外洋の0から708メートルにも生息。 熱水噴出口でも確認されている。頭部骨格はキャシャで、大きな頭部、大きな楕円形の目、鼻孔には短い前微弁がある。上顎歯列は22から31、下顎は30から53。上顎歯の先頭は細く滑らかで、1から2体の小先頭が隣接する。38センチメートルを超えるオスでは小先頭が増える。下顎歯は滑らかで、 ナイフ状の先頭を持ち、すべての歯が基部で結合して一枚の歯を構成している。大きな5体のエラ列がある。胸びれは丸く、その後端上方に第一背びれがあり、背びれ全部には頑丈なトゲがある。第二背びれは、第一より大きく、トゲも長い。腹気は低くかどばり、尻びれはない。尾びれは短くて幅広く、下歯は発達して常用には血骨がある。 川場は小さく海上で、間隔が広く乱雑に並んでいるために、滑らかな印象を与える。体色は一様な暗褐色で、腹気上部から、その前後にかけて体側に黒い模様が伸びる。琉球からスザメに似るが、本種は50センチメートルを超えず、蝶の螺旋弁の数が少ないことで、区別できる。葉は、性的二型を示す餌はイカ、小型の角ザメ裸ワシ、魚卵。 卵体制で、肺は卵黄栄養で育つ。産子数は10。オスは31から39センチメートル。メスは38から47センチメートルで、生成熟する。生成熟児のサイズは地域によって異なり、西大西洋では、クワズール・ナタール州沖より大きい。成長は遅く、体は成長とともに細長くなっていく。ポルトガル南方沖からのデータでは、 最低でもオスは13年、メスは17年に生きる。東部大西洋、日本沖合などで大量の稚魚が生え縄で、少数が底引き網や低地網で混格されている。ポルトガル南方沖では深海漁業で多く混格される3種のサメのうちの一種である。ほとんどは廃棄されるが、少数が干物、塩漬け、魚粉などとして利用されているとみられる。 繁殖力は低く成長も遅いため、持続的な漁業圧には耐えられないと考えられる。だが、このような事態を示す証拠はなく、分布域も広いことから、IUCN は保全状況を軽度懸念としている。比較的多く漁獲されるため沼津港、深海水族館といった水族館などで短期の飼育記録はあるが、長期飼育は未だに成功していない。ありがとうございます。